ケーリー。ケーリー、ケアリー、ケーリーは、アメリカ合衆国のースカロライナ州中部に位置する町。シュートローリーの南西に隣接し、リサーチトライアングル、正式名称、ローリー・ダーラム・チャペル飛行域都市圏の大型衛星都市として高い成長が続いている。人口は十三万5234人、2 0 1年国勢調査で、 1970年時点での7640人から17.7倍、2000年時点での94536人から43.1%増加しており、ノースカロライナ州内の市政未施行の街の中では最も多い。2008年には CNN でケイリーの成長率は全米5位であると報じられた。ローリー都市圏は約113万人。 ローリー・ガーラム・チャペルヒル広域都市圏全体では約190万人の人口を抱えている。いずれも2010年国勢調査。ケイリーには S.A.S. インスティチュートが本社を置いている。ケイリーの歴史は1750年頃にこの地に設置されたブラッドフォーズ・オーディナリー、ブラッドフォード・ S ・オーディナリーと呼ばれた入植地に始まった。そのおよそ100年後、 ニューバーンとヒルズボローを結ぶノースカロライナ鉄道が建設され、ブラッドフォーズオーディナリーに主要交通路をもたらした。町の創設者は、ウェーク軍の農夫であったアリソン・フランシス・ページであるとされている。アリソン・フランシスとその妻キャサリン・ラボトーページは1854年、この地にできた鉄道の分岐点の近くに300エーカー、約1.2キロ平方メートルの土地を購入し、 この地をケイリーと名付けた。ケイリーという名は、ページの尊敬するオハイオ州の会議員で、禁止論者であったサミュエル・フェントン・ケイリーから取った、ものであった。ページは、鉄道員、及び町の開発者となった。ページは、ケイリーの最初の道を伏設し、製材所、商店、及び郵便局を建設した。ページは、最初の郵便局長も兼任した。年には、 ページは鉄道でケイリーを経由する乗客を収容するためにホテルを建てた。1871年4月6日にはケイリーは正式に調整を施行し、ページが初代町長に就任した。1879年には南西方向からローリーオーガスタ・アライン鉄道、原子 SX トランスポーテーションが開通し、ケイリーの中心部の北に分岐点が作られ、ケイリーに さらなる発展をもたらした。しかし、ケイリーが本当に急成長を始めたのは、1959年に近隣にリサーチトライアングルパークが設置されてからのことであった。初期のケイリーでは、都市計画において、ゾーニングとその他の条例をその場その場に応じて用いていた。しかし1971年以降、街は、 リサーチトライアングルパークの発展に伴う成長に対処するた計画ユニット開発、プランドユニットデベロップメント、プードによる都市開発を進め始めた。プードとは開発者が実際に開発に取りかかる前にコミュニティ全体の計画を立てる余地を与えるものあった。そのため開発予定のコミュニティに入居するであろう住民は、教会、学校、商業地域、 工業地域の位置を実際に利用し始める前に知っておくことができた。街の北にできた開発面積967エーカー、約3.9キロ平方メートルのキルデーアファームズはノースカロライナ周発のプードであった。このプードを開発したのはトーマスカイ・アダムズ・ジュニアのパインテイト・デイリー社であった。アダムズはキルデーアファームズの一部をファーミントン・ウッズと名付けた。 朝政府は美しく整備された町に高い価値を与えた。ケイリーはに位置している。町域はノースカロライナ州中央部のリサーチトライアングルと呼ばれる地域に広がっている。町域の大部分は米区軍西部に属し、一部がチャタム軍にかかっている。ケイリーは郊外都市であるため、明確なダウンタウンは有していない。北東にはシュートローリーが隣接している。北西は モリスビルと町境を接しており、またリサーチトライアングルパークを隔ててダーラムが一致している。南西はエーペックスに接し、少し離れてホリースプリングスが一致している。西にはジョーダン湖がある。アメリカが衆国統計局によると、ケイリー町は総面積112.6キロ平方メートル43.5ミリである。 そのうち1 0 9 0四十4 2、42. 1ミ、が陸地で 3.6km1.4 ミ、が水域である。総面積の3.17%が水域となっている。ケーリーはシティマネージャー性をとっている。町長は町議会の長であるが、調整の責任は町議会と契約しているシティマネージャーが行っている。長び 町議員の任期は4年であるが、2年ごと、奇数年に町議員の半数が改選される。町議員の定数は6名で、そのうち4名は町を4つに分けた。選挙区からそれぞれ1名ずつ選出され、残り2名はワイルドカードで選出される。最大の雇用主は、2014年、SAS 研究所、フィデリティインベストメンツ、HCL テクノロジーズ、本社、インド、 ベライゾンコミュニケーションズ、アメリカン航空予約センターである。また隣接する、リサーチトライアングルパークには IBM、グラクソスミスクライン、シスコシステムズなど、多数の研究所、工場がある。ケイリーの K12 カほどは、ウェーク軍公立学区の公立学校によって、支えられている。この学区は小学校15校、中学校4校、 高等学校3校の計22校を抱えている。また、私立学校も4校ある。ケリーには4年生大学はないが、リサーチトライアングルには、大学が集中している。隣接するローリーには、ノースカロライナ州立大学が、北西のダーラムには、デューク大学が、またその西のチャペルヒルには、ノースカロライナ大学がそれぞれキャンパスを置いている。 25歳以上の住民のうち68.0%が、準学士、2年生大学修了以上の、また60.7%が、学士の学位を持っている。博士の学位を持つ住民の率は、全米の人口7万5千人以上の都市、町村の中で最も高い。経理を含むリサーチトライアングルの玄関口となっている空港は、ローリーとダーラムの間の週間高速道路、 I-40 沿いに位置するローリーダーラム、国際空港 IATA RDU である。同空港の位置はケーリーからはちょうど北にあたる。主要5社がすべて就航し、各航空会社のハブ空港からの便を発着させているが、特に同空港に重要拠点を置いているのが、アメリカン航空でロンドンヒースロー空港からの直行便を発着させている。 ケイリー町域の北側と東側には I-40 が走っている。また、南側には国道1号線が走っており、高速道路規格になっている。しかし、ケイリーの町の中心部には高速道路は通っていない。アムトラックのケイリー駅はノースアカデミー通り211にある。ケイリー駅にはニューヨークとマイアミをローリー経由で結ぶ。 夜行長距離列車シルバースター号が1日1往復、ニューヨークとシャーロットとを結ぶ昼、雪長距離列車カロリニアン号が1日1往復、ローリーとシャーロットを結ぶ、中高中距離列車ピードモント号が1日に往復停車する。町内の公共交通は、シートラン、シートランの運営する、路線バスによってカバーされている。シートランは、南北線、東西線、 およびメーナード巡管線の3系統を有している。このシートランとは別に、ローリーやダーラム、チャペルヒルなど、リサーチトライアングル地域内の他都市とケイリーとを結ぶ、さらに広い範囲の路線バス網もあり、これはトライアングル交通局が運営している。以下に、ケイリー町における1940年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。 経ーは以下4都市と姉妹都市提携を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。